今は日本にいます。私がテニスを始めたクラブです。今はパパステニスクラブ津久井となってますが、昔はグリーンテニスクラブでした。こんな緑の多い会員制のクラブです。とここね、上にもテニスコートが3面あったかな。で、下の方に行ってみます。ここが昔父によく連れられてここに来たんですけど、ここね、クヌギの木が多いんで、クワガタカブトムシがね、いっぱい取れて、この木とかね、この木が、この2本がね、結構確かにいたんですよね。で、ここがクラブハウスです。ちょっと行ってみます。こんな感じ、懐かしい。こんにちは。クラブハウスの、ロッカールーム、皆さんね結構気になると思うんですが、すごいね、なんかシャワー室、なんか木でできててすごいいい感じのクラブです。2階って何これ。イベント参加者、木が、あ、ここロッカー、こんな感じになってます。昔こんなんじゃなかったな。こんな感じになってます。うわー、懐かしいな。昔ね、ここ全部クレーだったんですけど、今は赤いオムになってます。で、今日はちょっと見えないんですけどね、向こうにね富士山も見えるんですよね。ここね3面あって、下にも多分6面ぐらいんじゃないかな。下のコートもちょっと行っていきます。ここを下に降りていくと、以前ねここでね待ってないとねダブルスできないぐらい人がいたんですけどね。あ、すげえいいなここ。あ、下の壁打ちもオムニになってる。オムニですね。やっぱ整備大変だもんな、クレーこんだけだと。うわ、誰もいない。今日何曜日だ。今日水曜日、水曜日の午後1時。あ、どなたがいる。あれはねスクールさんで使ってるだと思うんですよね。スクールでこんな感じになってます。お、僕ねこの壁打ちでテニスを始めたんですよ。朝ね、日が昇ったらここにね連れてこられて、ずっとここで打って、で順番待ちでコートが空いたぐらいに僕はこっちのコートに呼ばれて、大人の人と打ってもらったりとかしてやってました。レッスン、もう優雅だなこれ。懐かしいです。